インテル82810インテル82810インテル810はローエンド PC 向けとして1999年にインテル社が発表発売したインテルチップセットの製品及びそのファミリー名であるインテル810はインテル社初のグラフィック統合チップセットとして1999年6月に発表された開発コードネームは ホイットニーである。大きな特徴は二つあり、一つはインテルで初の 2D、3D グラフィック機能を統合した製品であり、インテル752を元に開発したイグットコアを実装している。また、2チップで構成されるチップセットのチップ感を、インテルハブリンクアイ、オーインターフェースと命名された専用、インターコネクトを実装したハブアーキテクチャを採用した。 最初の製品である。またインスタントリーアベーラブル PC テクノロジーにより、スタンバイ状態からの復帰も高速化されている。従来の一般的なインテルチップセット同様に,にチップ構成となっているが、バブアーキテクチャの採用に伴い、ノースブリッジで従来 PAC と呼ばれていたチップは、GMCH、同じくサウスブリッジで p i スと呼ばれていたチップは、一比と解消された。 また、BIOS ROM も FCH と命名されたが、普及には至らなかった。PCI に接続されるデバイスの高速化に伴い、Intel 810以前のチップセットでは、PCI バスで接続されていた PAC トピクス、間の帯域を圧迫し、パフォーマンスの低下が問題となっていた。Intel 810が採用したハブアーキテクチャでは、 GMCH と一比を専用のハブリンクで接続している。ハブリンクは PCI バスの2倍の266メガバイト秒の帯域を実現しており、パフォーマンスの問題を解決している。この GMCH と一比がハブリンクで接続されるハブアーキテクチャは以降のインテルチップセットの基本型となり、以後のチップセットは810で採用された。 ハブアーキテクチャを踏襲したものとなった。その後、900番台のチップセットでは、ハブリンクは、さらに4倍の帯域となり、DMI と命名されている。その反面、ローエンド向けとしての設計されていることから、全世代のワークステーションメインストリーム向け、チップセットインテル440バイト X が、対応していた、SMPA の対応は、 上位チップセットであるインテル820へ継承され、本、チップセットでは公式に、非対応とされた。工術の通り最大メモリ容量も440バイト X の1ギガバイトに、対して、本、チップセットやインテル815では5 1 2イトに、制限されている。 後年、ウェブブラウザなどのアプリケーションのメモリの使用量が急激に増えたため、メモリ容量の制限は、ローエンドとはいえ予想外に大きな足かせとなった。GMCH であるインテル82810は、イグッドコアを統合し 2D、3D グラフィックス機能を実現している。メインメモリの対応は,は 512MB までの PC66、または、 PC100 のストラムに止まるが、FSB はセレロニ用となる 66MHz だけでなく、Pentium III に対応できる 100MHz にも対応している。さらに1999年9月には、FSB133MHz 版の Pentium III の発売とともに、それに対応したインテル 810E が発表されている。このため、 PC メーカーはセレロンを採用したバリュー PC と、ペンティアム3を採用したパフォーマンス PC に、インテル810を実装した、マザーボードを共用でき PC のコスト削減に、貢献し、インテル810を採用した PC が、数多く出荷されることとなった。ただし付帯する、クロックジェネレータにおいて 66MHz あるいは100。 メガヘルツまでしか生成しない設計もあり得るため、インテル 810E およびセレロンを搭載し、出荷された PC すべてが1 3 3ヘルツ版、Pentium 3へ換装できるとは限らない。同様に、インテル810よびセレロンを搭載し出荷された PC すべてが1 0 0ヘルツ版、Pentium 3へ換装できるとは限らない。本来、 インテル810シリーズは上位チップセットであるインテル820と並存する指標を想定されたが、インテル820用の新メモリドラムが、インテルの想定通りには値下がりせず、さらに初期出荷のインテル820の不良回収が行われたこと。インテル820でストラムを利用可能とする不可チップ MTH の マザーボード発売後の不具合の発見により、インテル820に悪い印象が付きまとい敬遠され、インテル820と、インテル810の間を埋めるインテル8 1 5の発売まで、事実上インテル社唯一のチップセットとなっていた。インテル810に統合されるグラフィックス機能は、インテル752をベースとした、インテルグラフィックステクノロジーコアである。 コアクロック 100MHz で動作し、コア内部では AGP2X 相当で接続されている。3 2ビットレンダリングをサポートせず、2D、3D ともに、当時のビデオカードと比較して貧弱な性能ではあったが、DirectX6 世代のダイレクト 3D に対応し、MC による動画再生支援にも対応するなど、当時のビジネス及びホームユーザーには十分な機能を、 有しており、広く受け入れられることに成功した。馬とディスプレイキャッシュインテル810では、フレームバッファとして、専用のビデオメモリをサポートせず、メインメモリと共有する馬を採用している。これにより、低価格化、小スペース化は可能になったが、メモリ帯域に余裕のないインテル810では、パフォーマンスの低下は必至であった。この問題の解決策として、 インテル810はオプションとしてディスプレイキャッシュをサポートしている。これは Z バッファ専用のメモリであり、メモリ負荷の高い Z バッファを専用メモリに格納することでメインメモリの負荷軽減を図ったものであり、後のインテル815でも同様の技術が採用された。ディスプレイキャッシュを負荷した製品の型番にはディスプレイキャッシュを示す DC が付与されている。 GMCH に接続される INTEL 82801AA は一匹と故障され従来のサウンスブリッジ同様に ATA USB や各種レガシーコントローラーを搭載するほか AC97 対応のサウンドコントローラーやネットワークの論理層も統合しているこのためコーデックチップまたは物理層チップを追加するだけで安価にサウンドソフトウェアモデム機能 ネットワーク機能をオンボードで実現できるようになった。これに伴い、セットメーカーがオプションのバリエーションを採用しやすくするためのアメール、スロットがサポートされている。インテル810シリーズでは、メインストリーム向けに6スロットの PCI とウルトラタ、66に対応した一匹が採用されていたほか、廉価版のインテル 810L では4スロットの PCI とウルトラタ、 33までの対応に止まる、一比例と組み合わされている。また、インテル 810E2 では、ATA100 に対応したインテル 82801BA の一比2が採用されている。また、PC、AT 互換機で長く使用されてきた、ISA バスのサポートが打ち切られており、必要な場合は、オプションの PCI2、ISA ブリッジにより対応する。 ローエンド向けとして発表されたインテル810だが、ローエンドモデルからパフォーマンスモデルまで広く採用される大ヒットとなった。インテル810のヒットの要因としては、以下が挙げられる。インテル810が広く普及したことで、それまでオンボードもしくはディスクリートのビデオカードとして使用されていたビデオコントローラのうち、イグッとコアイカの性能、機能の製品は淘汰された。 しかし、インテル810の GMCH は、外部 AGP をサポートしておらず、CPU のメモリアクセスを阻害する馬構成だった、こと、133MHz の FSB にマッチした、PC133 ストラムもサポートしていなかったため、高性能を要求するユーザーには不評であった。後継製品は、インテル820の失敗で開いた穴を埋める。 形でその欠点を改良したインテル815である。ありがとうございます。